前回のカズクラ、カズさん裏からであの剣を手に入れた。そう、ドロップ増加3の剣だ。これを使うとザクザクといいものが手に入るんだ。それでネザーの世界に行ってみてあいつを倒してみたんだけど、いまいち。ちょっと新しいとこ見つけないといけないな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。もうね、やっぱり福井は大雪がすごくてね、もう圧倒的にもう除雪とかほんでね、雪の屋根下ろしですよ。そっちの方向かったいと、あまりね家にいる時間がちょっと少なくなってきました。ほんでね、やっぱね外仕事もそうなんだけど、作業ってすごく楽しい。ほんで本日の作業はデルルルルルン鉄やっぱカズクラぐらいですよ、鉄集めっていうね。あ、これいい加減にしよう。なんか重いな。なんか動作が重い。なんか重たい。サーバーの調子変だな。まあ、いっか。まあとにかく今からね行ってこようと思う。まあ幸運のやつがねちょっと足りねえんだけど、あ、シルクタッチのツルハシこれ行くから、これでなんとかねできるかもしんないな。これもちょっと貴重ったら貴重だから、ここに置いといてさ、こんでいいかもしんない。よしよし、こんでいこう。あ、ほんで、あ、幸運さんのツルハシある。あ、これでいいか。こんでいいよな。これだったらこれ持っていかなくていいから、あ、こんでいこう。行こう。ではこれで行ってみたいなと思います。食料 OK。 あ、ただね、あっちの大きな畑最近買ってねえから、ちょっと借りに行くか。行くじゃん。いやー、そろそろ成長したんじゃないかな。でもここら辺にいないと成長しないからね、この付近にいないと。あ、大体いける。この幸運さんのこれだな。これで狩るとめっちゃジャガイモ狩れるってやつだから、これこれすごい。めっちゃ集まってると思う。これすごい集まってるぜ。いい感じ。うわ、ほんでまた植えとく。ほんでまたこれだな。次に人参いきます。ほんでまたここに人参を植える。わあ、いいね。いや、これもね、仕分け機いい加減作りたいな。ちょっと次鉄取ったら仕分け機ちょっとチャレンジしていこうかなと思っております。やっぱね、要所要所ね、全部のブロックとは呼ばないけど、要所要所やっぱ欲しいは欲しいんだよ。こんなもんで、どこ行った。いた。いや、こうやって行方不明になったりするんだね。よいしょ、行くじゃん。いや、間違えてね、マグマの中入るともう引くからね。でもこれ水引かないな。あ、そっか、近くにこの湖があるからかもしんない。ちょっと馬ちゃんいなくなるとあれだから、馬を置いてどっかね地下の方潜っていこうと思います。で、ちょっと待っててね。あいちゃ、これ片方だけ開けといたら多分馬取れない。2ブロック必要だから馬多分取れないと思うんだ、あれで。ほんで、じゃがいも焼きして、とりあえず野菜も今ここに一応置いておこう。よし、装備じゃこんで万全かな。というか鉄ブロック1個もないんだもんな。なんかあったで1個だけあったわ。さすがにこれだけ作ろう。オッケー。ではね、早速行ってみたいなと思います。100ブロック集めたいよな。ほんなら、あ、そう、この前ねちょっとつながった場所があったんだ。こっちの方潜っていこう。そうだ、ここの力はね、なんか変なつながり方したんだよ。そうしよう。ディアモンドもね見つかるかもしんないしね。よいしょ、ここやばいっしょ。これつながったんすよ、実は。で、なんか見落としのやつもあるかもしんないからね。こっち行ってみっか。おろと、レッドストーンの元もあったし、今チュルルって言ったら聞こえた。こっちから左かな、近いぞ。どうする、今回ダイヤモンドもいっぱい手に入れて、どうする。こっちらへんから聞こえる気がするな。ん、やっぱこっちだ。上かもしんない。あ、つながった。ちょっとこっちに装備させとくか。ちょっとバケツ持ってこんかったな。あら、この辺まで歩いた後あったけど、こっから先取ってなかったんだ俺。まあいいや、これも含めてね、もうパンパンにして帰ろう。おお、もうこんなに1スタック近く取れたぞ。やっぱ幸運さんのやつやべえな。あと、ここに水が滴ってるってことは上に何かがあるってことだ。ちょっと待って、バケツ今作るから、ちょっと待っててね。これで、かまどをポイッと踏んで、焼いていきます。あ、ほんでこの間にこの石炭もね、こうするとほら小スペースで保存できるからね。これこの作戦でいろいろねやっていこうと思います。オッケー、3つ分手に入れました。バケツ作ります。よっこいっしょと。いや、バケツは重要だからね。ちょっとね、この上の部分ちょっと見てみよっか。おやおや、どこだ。あ、こうなってんのね。ちょっと待ってろ。よし、通路見つけた。鉄もいっぱいで、水はすくう。これはオッケー。あら、ただ、あ、つながってるかなこれ。
れあ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 れこんなとこにも馬馬馬馬めっちゃ桁たましぐらいの量取れんなこれ。え2スタック近く取れたよ今ので。すごい量取れたぞ。何にもなかったここ。もうせっかくだからディアモンドもねいっぱいゲットして借りたいけどな。よしではねちょっとあっちの方にね戻ってみますか。1台よ2台よ34え567えめっちゃ来てる。えっていうか下がマグマとか。あ大丈夫だよな。10台よゲット。いやでも今回の本質は鉄だからね。もうこれだからやめられないんだよ。上かな。やっべわかんねえ。あそうだそうだこういうところで米を見行こう。片山さん通知が仕事しない。同じです。リク、Q さん、片山さんね。ありがとう。いや、通知知ってる？あのさ、スクショ撮っといたんだけど、なんだ画像がすごいね。なんか横長になってた。見えっかな？ベルマーク？ベルマークの部分にチェックを入れると通知が来るようになるみたい。もちろんみんなも入れてるよな。入れてない。いやいや、そんでいい。いや、それで、無理に入れなくていい。本当に。ただ、この先、ディアモンドまた見つけたら、その時は、通知よろ。まあ、通知入れるようになると、ライブ放送とか始まった時も、ピロン、ピロンって来るようになるとか。そういうやつ。あ、これ大丈夫かな。わ、こうなってるのね。ああ、よかった、とりあえず。クリーパードーンがなくてよかった。はい。ギョブツ様、ギョブツ様。お？エメナルドや。怖い怖い。よっ、あぶちゃ。なんでジョブツの。とりあえずアーチャーとなって行くしかねえな。俺は場所はなんとなくわかる。場所はなんとなくわかると思うんだ。大丈夫か。よしよし。よしよしよし。一旦装備。よし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 。斧もある、斧も。おー、ぶね。あ、ディアモンド。怖い。え？で、アイテムがいっぱいすぎてさ。よしよしよし、拾ったよな。燃え尽きるがよい。ちょっといらないもんはね、ちょっと置いとかないといけないな、これ。やっぱね、こうやってしっかり、アンチ確認だよな。ジョブズしたまや。ジョブズしたもん。おいちょ。おびぶしょ。ちょ。あぶ、俺燃えてる。あぶな。ちまって。行く。あっちゃ。もう。さあて探すぞ。あったー。バカにしやがってよ。ディアモンドは？あれディアモンドは？あったあった。ああよかったー。ありましたわ。びっくりしましたわ。よーし、ざっとこんなもんか。よーし、まだね、あっちの方がね、確かまだ見てない場所があったから、あっち来れんだよな。あ、これ砂利ね。俺の好きな。これ、幸運ついてっからだ、これ。めっちゃ火打ちしとれるの。だからか。そっからもう。どこ、え、あ、久々スポナーや。ちょっと待って。いや、嬉しいっす。久々だな、これ。オッケーオッケーオッケー、完璧、とりあえず完璧、ようやく。はい、はい、成仏。ちょっと重たいね。あ、よかった、ちゃんとなって。はい、成仏。さて、では、中に何があるのか。じゃじゃん。あ、ダイヤの馬鎧、懐かしい。こっちは、あー、金のリンゴまで完璧でございましょう、今回。だ、まだなんか奥ありそうだし、やっぱあれ、シュルカーボックス内取りに行った方がいいのかな。すぐアイテムいっぱいになっちゃうわ。一応座標メモっとこう、これ。223-247。結構近いな。まだまだ探しとこいっぱいだ、ここ。そう、とりあえず家まで戻ろう。貴重なもの持ちすぎてる、完全に。戻り方わかんねえけどな。わかんねえわ。ほろ。悪い癖、カズクラの悪い癖、戻り方わからんくなる。おお、やっと届いた。どこだこれ。一応目印さっとこ。OK。
結構近い場所だと思うんだけどな。どこだ？ああ、たたた、あ、神社裏ぐらいか。ああ、なるほど、なるほど。あ、ほんでそこに鎌倉ね。ああ、よかった、よかった。はい、とまあ本日こんな感じ終わりましょう。めっちゃ取れた。いや、めっちゃ潤ったよ、鉄とかいろいろと。鉄、おお、1スタックとちょいだろう。で、金鉱石29個。で、ダイヤモンド大きいよな。じゃあ、ダイヤモンド、これで26個。で、ラピスラズリとかもね、バンスか取れた。んでね、ダイヤの馬鎧だ。白米がつけてたやつかもしんないな、これ。巡り巡って、うちの元木。丸石もちょっと焼いておこう。はい、とまあ本日こんな感じで終わりたいなと思います。まあたまにはね、ほのぼのライブもいいね。ライブじゃねえよ、ほのぼの冒険も。あー、そんで杉浦ゆいかさんね、ご無事で帰宅よかったですと。6倍の大雪、あ、心配おかけいたしました。数の子視聴化ライブお待ちしてます。特に白米を探してくださいと。任せてください。またね、ライブなどやっていこうかと思いますので、また皆様何卒よろしくお願いいたします。やっぱインフルエンザ流行ってるんで、皆さん本当風邪ひかないように気をつけてね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。